はい。で、ちょっと、マネージャーがね、変わりますということです。今日初めて、挨拶したんですけど、マネージャー、新しいマネージャーと、めちゃめちゃね、可愛くて、めっちゃ可愛くて、すごいね、ほんわか、声も可愛いんです、声も。声も可愛くて、船長さ、もうさ、配信に呼びたい、マネージャー、すごい可愛いんです。船長が、なんかもう前のね、マネージャーさんは船長のことをもう捨ててるんですけど、新しいマネちゃんは船長のことを愛してくれますかって聞いたら、マリンさん愛してますって言ってくれて、もうすでに、あ、キュン、キュンってなっちゃった。あのね、ウイママ系かも、ウイママ系、なんかウイママ系の雰囲気呼びたいな、ちょっと配信に。声もあんなに可愛くて。ねえ、ちょっと呼べるかもしれない、配信に。もしかしたら、ちょっと呼べないかね、今検討中でございます。はい。で、もうすでにね、名前でね、名前、呼び捨てで呼んでみてるんですけど、いきなり距離を詰めて。で、レッスン中もなんか遠くに座ってて、船長がね、手でね、丸メガネ、望遠鏡を作って覗き込んだら、遠くの方で、新しいマネちゃんが丸メガネ、こうね、望遠鏡を作って、一緒に覗き込んでくれて、もうね、ちょっと新しいマネちゃんと蜜月のひとときを、距離の詰め方が下手すぎる。急接近。でもね、向こうもね、もうね、愛してるって言ってたからね、もうすでに、すでにね、もう距離が詰まりましたと。仲良くなれるかな？ちょっとまだね、初回なんでね。最初はね、誰とでもね、いい感じなんだけどね、だんだんね、このマリンの圧に触れて、ね、このマリンの圧のパワハラでみんな、胃に穴が開いていって、離れていってしまうんだ。みんな。っていう感じで。